こんばんは、おやじです。おやじの晩ご飯の時間です。今日はね、こちら、先日ね、62円で買ったまるちゃんのね、やみつき旨辛、辛黒富山ブラック風焼きそば。これ食べてみたいと思います。辛黒って書いてるぐらいだから、ちょっと辛いのかな。ちょっと気になりますね。そしてね、もう一個こっち。以前ね、一回唐揚げ弁当あげたことあると思うんですけども、お肉のね、お肉に特化したスーパー、ジャパンミートさんに行ってきました。で、ジャンボたこ焼きがね、198円ってことで、本日の特売品ってことなんで、ひょっとしたら通常はね、もうちょっと高いのかもしれないですけど、この量で198円だったら安いと思ったんで買ってきました。ここにね、マヨネーズがこんもりあったんですけども、ずっこけました。なんでちょっとチンしていきたいと思います。ちょっとこっちをね、富山ブラックそば。富山ブラックそばはね、カップラーメンは食べたことあるのかな。普通のあれはないですね。で、かやく、ネギとメンマぐらいしかないな。あとは液体ソース、粉末ソースとついております。結構ネギがしっかりしてるネギだな。こんな感じです。じゃあちょっとチンしてくるか。はい、ということで、たこ焼き完成です。前回ね、メガドン・キホーテの大玉たこ焼き、こちらが298円だったんですけど、それも美味しかったんですけどね。まあ、言ってもマヨが寄ってるから。ただ確かにね、あれほど花がつおがかかってないですね。よいしょ。蓋が閉まるっていうね。ソースもね、こう先にかけちゃうのはね、なんかいつも大体ソースが足らないんでかけちゃうんですけど、これはまたね、本当はかけない方がいいんでしょうけど。青のりね、お湯切る時間もちょうどいいかな。ちょうどいいかなっつって青のりをね。青のりは全然かかってない。青のりはね、正直消費したいっていうのはあるのよね。もう一袋あるから。よし、じゃあお湯ちょっと切ってきます。はい、ってことでね、結構ね、ネギが多めということと、麺がね、太めでしょ、かなり。これがね、どう生きてくるのかがすごい楽しみだね。思ったほどブラックラーメンっていう感じのあれはまだないな。普通のソース色という感じ。あとこの粉末ソースだね。あ、胡椒色。胡椒だね。胡椒色ですわ。ちょっと混ぜますね。はい、こんな感じでね、結構濃い色だね。やっぱりね、胡椒感、胡椒の匂いがすごいね。これね、かやくがネギとメンマなんで、ちょっとね、チャーシューとかちょっと入ってると良かったかなと思いますけども。いただきます。美味しい。辛くはない、全然。うまみがある。で、胡椒の風味がすごいわ。おいしい。白いご飯に合う感じ。あ、ちょっと辛い。辛くなってきました。で、たこ焼きです。やや粉っぽいかな。タコが小さめ。
スーパーのたこ焼きでも大体美味しいからね。とろっと感もないわけじゃないんだけど、でもタコもね、ちっちゃいながら奥歯でしっかりね、タコの食感を感じれるんで、これで198円であるなら全然問題ないですね。これ美味しいね。この間の担々焼きうどんのが好きかな。結構辛いわ。でもたこ焼き全然おいしい。この紅生姜が多めっていうのもまた高評価。ご飯欲しい。たこ焼きのおにぎりでいいかもな。マイク刺すの忘れた。なんで赤から買わなかったんだっけかな。今の大きい。口いっぱいたこ焼きになると幸せ。このマヨはちょっと違うのかな。結構ボリュームあんな。お腹いっぱいになってきた。美味しかった。十分満足。
まるちゃんのからくろ焼きそば、富山ブラックラーメン風、あとはね、ジャパンミート、肉メインのスーパーのジャパンミートさんで買ったジャンプたこ焼き食べました。両方とも美味しかったです。ご視聴さまでした。ご視聴ありがとうございました。親父の食卓へね、足を運んでいただいてありがとうございました。それではまた。ごきげんよう。暑い。